CC クリームは白から肌色に変わる魔法のクリームなの。肌に乗った瞬間自分の色に変わるから色選びに苦労しないんです。 UV カットもできて保湿成分も入ってるから1日潤いも続いちゃうの。もちろんトーンアップ効果もあるから1本でナチュラルツヤ肌の完成。ちょっと肌を休ませたい日やリラックスしたい日のメイクにぴったりだよ。クッションブラッシャーは見た目がめちゃめちゃ可愛くて持ってるだけでテンションがすごく上がるの。持ち運びに便利なサイズでパフ付きだからいつでも化粧直しができちゃうよ。ポンポンってほっぺにのせればじゅわっと色づいてフレッシュでツヤ感のある肌に。ファイブカラーズアイシャドウはワンパレットに5色も入ってるからデイリー使いはもちろん攻めのパーティーだって OK。 カラバリも多いからどれを買うか悩んじゃうね。見たままの高発色で本当に贅沢パレットだよ。組み合わせは無限大。今っぽカラーで旬顔になっちゃおう。シルキーティントはクリーミーで滑らかな塗り心地なんです。マットもツヤも欲しいからすごくちょうどいいバランスでめちゃめちゃお気に入り。シルキーティントなら一塗りで落ちずに続くからデートとかにも最適。オンもオフも使いやすい6色のカラバリも魅力の一つ。シルクのように滑らかにツヤっとするんだよ。今っぽ唇を叶えるセミマットティントです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。スタート。よーい、スタート。はい、カット。次、聞きたくて聞かない、君の何なの、あなんていうか、俺からは言わないよ、会いたいなんて言わない、と見せかけて俺お願いします。お疲れ様です。前回は魔女になったんですけど、今回は5パターン変身したんですけど、その変身し、いろんな私に変身してるので、その表情の作り方とかメイクもヘアももちろん変わってるので、そこがちょっと楽しめるんじゃないかなって思います。ナチュラルなやつ、 CC クリームのナチュラルなやつは結構お気に入りでした。今なんかいつもは派手派手のモリモリな感じなんですけど、なんかこんな引き算して最初大丈夫かなと思ったんですけど、なんか新しい感じがして早く見てもらいたいなって思います。それはシルキーティントの赤のレッドスピネルっていうやつはめちゃめちゃお気に入りです。あと最近もう一つお気に入りがあって、ハイライトがあるんですよ。このスティック状になっててジェルで出るんですけど、それがすっごいツヤツヤになってめちゃめちゃお気に入りです。さっき YouTube でも紹介したんですけど、新色のピグメントアイシャドウの9番の Be Happy っていうカラーはめちゃめちゃ可愛かったです。なんか私はその YouTube では涙袋につけたんですけど、すっごいツヤツヤでキラキラで、なんかラメがすっごい綺麗で、これ使いたいなってめっちゃ思いました。あともう一つ、あのウォータリースティックシャドウの3番のコッパブラウン、明るいオレンジでおしゃれな目にしてくれるなと思って、あとヒヤにするんですよ。それがすごいいいなと思いました。ビチポの新 CM が完成しました。公式 YouTube とかにもいろんな動画がアップされるので楽しみにしていてください。以上、メルルでした。ハッピース。
バイバイ。